見守っていますあーお腹減ったなはい山口くんおにぎりうわ橋本ありがとう山口くんを見守っていますやっべぇ教科書忘れてきちゃったはい山口くん教科書ノート鉛筆消しゴムあありがとう橋本明治産業の24時間ガスセキュリティシステムはガスの状態を集中監視センターで24時間365日見守ります万が一の事態でもガスを止めて事故を防いでくれます どうしよう。傘持ってきてないや。橋本、入るか山口く値を明治産業明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は久々の OCOV スタッフセレクション企画です。特集2020年式カルチャー自由研究、フォーステューデンツ。 お送りしたいと思います。というわけで引き続き当番組プロデューサー、三好です。どうも。で、さらに当番組ディレクター、野村です。どうも。久しぶりです。お久しぶりです。あの、隠れファンが多い野村です。そうですね。野村すごいで同じ。さすが野村でなじみの。いちいち僕に言ってくるんですよ。何がですあの、いろんな人が。はいはい。野村くん声いいよねあら、そうなんですか野村くんの喋りもっと聞きたいって、これに言ってくるんですよ。まあ、プロデューサーだからだって。まあ、そうで そして、そ、それを聞きながら、なん、なんすか、ハンカチでも噛み締めてらっしゃるみたいな。そうそうそう。グッとこられてね。そうだよね。野村はいいよね。とか言って本当に思ってる。わかりやすい、わかりやすい嫉妬の世界ですよね。本当ね。そうだそうですよ。そんな中であなたもご活躍じゃないですか。なんか、トークイベント出てたでしょあなた。当番組を代表して。当番組を代表してですね。はい。あの、7月25日かなはい。に、えっと、コト中川というですね、 中川の、えっと、博多南駅か、えっと、から降りてすぐのところにですね、えっと、施設がありまして、で、そこで、まあ、あの、ちょっとトークイベントにご招待いただいたんです。で、えっと、タイトルとしては仕事の寄り合いっていうタイトルで、えっと、ずっともうレギュラーで、あの、その言葉中川で開催されているトークイベントなんですけど、まあ、あの、いろんな、その職種の方たちをお招きして、 で、なんじゃないんですけど、本当になんかこう、あの、ざっくばらんに、そのゲストさんたちが話しているのを、周りで皆さん聞き、うん、聞いていただきながら、うん、でもやっぱそのテーマになっている、その仕事のテーマのテーマワードから、 こう広がりを持ったですね、うん、あの雑談をですね、うん、あのなんかいろいろあみんなで共有しながらってどういうことなんだろうねみたいなことを考えていくような時間になるんですけどほぼほぼじゃあもう台本みたいなものはもうほぼほぼどころじゃなかったですね完全になかったいあいいですねいいですね <laughs> そうだからこそねこうなんか飛び出す言葉っていうのはそうそうそう,うだったんですよであのお一人は僕もあのちょっと面識こそあったんですけどでもこういう形でしっかりお話しするのも初めてな方だったし、うん、もう一方も完璧初対面だったので。 うん、事実上、まあ、初対面、初めましてで、うん、あの、性能で始まるようなま,まあ、うちの三好はね、初対面で強いですから。<laughs> 勝手にね、勝手にね、<laughs> 胸の内に入っていきたがりますから、ね。はいはい、近いっていうね、<laughs> プライベートスペースが <laughs> 言ってないじゃん、そんなこと。<laughs> <laughs> なるんですけど、はい,はい、はい、えっと、僕と、あ、そう、テーマが今回、メディアっていうことでですね。はい で、えっと、新聞のメディアから、うん、えっと、西日本新聞の今、えー、探し局で、えっと、あの、デスクをされてある鎌田さんというですね、うん、方。で、この方は実はその中川が死になるときに、はい、えっと、まあ、かなり取材をですね、しっかり新聞でなさってたっていうこともあって、うん、ま、今回この場に、あの、ご招待されてあったんです。うん。あと、もう一人が、えー、平松道郎さんという、この方は、あの、KBC でですね、うん、えっと、今すごい人気企画で、ふるさとウィッシュっていうですね、企画があるんですけど、うんうん あのまあその。 福岡県内の、えっと、全市区町村をですね、あの、毎週回っていきながら、特集してね。そうそう、特集していくっていう、まあ、そんな企画なんですけど、え、それの、えっと、中の人としてですね、もう、ものすごい頑張られた、あの、方で、僕より年下なんですけど本当に立派な方でしたけど、平松さん。で、あと僕は、えっと、この、まあ、番組の、あの、プロデューサーやってるってこともあって、え、まあ、ラジオを一応背負わせていただいて、で、え、まあ、その3人でですね、ラジオ、テレビ、新聞ということで、仕事の寄り合いっていうことでやってきた。 話、相当多岐にわたったんですけど、うん、まあみんなで一致するところは、まあ、今、それこそもうインターネット越しにですよ、うん、ましてこのコロナの状況も含めて、いよいよみんなが発信する状況になってきてるわけじゃないですか、でもメディアだからって言って、何か握れるものでもないし、うん、逆に言うと、もうそのみんなと本当に横並びになった状態で、うん、結局、何をどう伝えるの、うん、っていうところに、終始していくよね。 っていうことかなってちょっと僕はその話の中で結構思うことがあったんです。うんうん、で、やっぱその、この番組でしか伝えられないものだったりとか、うん、この番組だからその同じ宿題もらっても全然違う切り口で、あの皆さんに面白がり方とか、うん、その、そのあるテーマへの入り口をこう提供するみたいなことを、まあこの番組では常に意識してるわけだし、うん、まあ皆さんも多分そういう風になっていく。だから、うん あの、同席させていただいたところで言えば、KBC さんは KBC さんのあるテーマの掘り深め方があるだろうし、うん、新聞には新聞の、そして僕らの番組には僕らの番組のっていうで、ね、それぞれの切り口で、うん、まあ、この、 今、この時をですね、あの、どう切り取っていくかっていうことにやっぱなっていくよねって、まあ、非常に普遍的な話なんですけど、改めてそういう話を、こうじ、あのいろんな話を織り交ぜながらですね、うん、あの、できたっていうのは結構嬉しい時間でしたね。うん、やはりまあ、現場でね、第一線で、それぞれのメディアで、皆さん活動してて、うん、でもやっぱり、その、みんなが発信する時代っていうのは、うん 中場、なんかまあ、脅威も感じる部分でもあったりするとは思うんですよね。でも、そんな中、その一つの、こう、なんていう方向性というか、うん、僕らが伝えることを伝えていこうっていう話になったっていうのは、うん、なんかすごくありがてえなって思いました、ね、まあ、そうですよね。なんかね、もう多分本当に同じような番組なんていつでもできちゃうし、うん、あのー、なんだろうな。もう まとめみたいなことをさ、うん、もう一回リフレインすることなんていくらでもできちゃうわけじゃないですか。うん、自分で記事確認してもだし、うん、あのー、なんか話すにしてもだし、って、はい、なった時にもうそれやっててもしょうがないよねっていう感じがあるわけですから、うん、なんかやっぱりその人、その瞬間、その場で出てくる言葉だったりとか、そこで書く。 メッセージだったりとかっていうことを、まあ、どう切り立てて、ユニークなものにしていくのかっていうのはやっぱすごい大事だなって、なんかまあ、本当に当たり前なんですけど、改めて思ったっすっていう、ね、そしてごめんなさい、振ったばかりになんか若干ご自身のハードルを上げるような流れになってしまったと思うんですけど。めちゃくちゃきついよね。本当勘弁してほしいよなと思いながら喋ってますけどね。<laughs> まずね、うちのプロデューサーから聞いてみたいんすよ。<laughs> 2020年式カルチャー自由研究 for students。はい。これ、ちなみにあの、はい、ちょっと、まあこれあの、みんなでね、はい、えっと、この8月16日と いうん、このタイミングでまあみんなお盆をお盆らしくも過ごせないけれども、うん、あのとはいえ、うん、あのどう過ごしていくのかみたいなのを少しでも提案できるといいよねみたいなことでうん、うん、まこのテーマにしたんですけど、はい、このテーマに込めたちょっと、うん、あの切り口をですね野村 D にまずちょっ聞こうと思って。<laughs> はい これ、どういう特徴なんですかそう、僕あの、この後のね、あのティーンエイジピープスっていう番組のディレクターもやってたりするんですけど、大学生の子とか、まあ、専門学生、あと高校生の子も出てたりして、うん、まあそれぞれの話を聞くことがまあちょいちょいあるんですよね、うん、であの、大学生ってあの、まだオンライン授業、ほとんどオンライン授業って知ってます、うん、いや、らしいですね、うん、僕の周りの子たちもそう言ってました。 まあ、これ全国的にそうなんですけど、うん、あのー、これもしかしたら、もう今年度中はそうかもしれないって話らしいんですよ。うん、で後期ももうそうなるっていう、うん、あのー、ところもポツポツ出てきてて。だから新入生の子たちって、うん、ほぼほぼ、そう。学校に行ってないってことですもんね。そうなんですよ。あのー、まあこれ、笑い話としていいのかどうかあれなんですけど、うん、あのー、 大学入って友達できたとか、いや、彼女できたとかって、あの、ま、聞かれるじゃないですかとか、親からね、あの、子供がさ、あの、鹿児島から福岡に、あの、大学進学してたとか、つって、あの、聞かれることもあるんですって。したら、まず大学の同級生に一回も会ったことがない。飲み会すら開かれてないっていう状態っていうのがね、やっぱ、ま、大学生が中心なんですけどね、特にね、あると。で、専門学生もそうだったりすると。で あの、とにかく暇らしいんですよ。バイトもできないし。そうね。うん。うん、外出、出ない方がいいみたいな風潮ですもんね。そうそうそう。で、意外とほら、あの、まあ、ニュースによっては、あの、まあ、若者がね、結構コロナの感染が広がっててみたいな話もあるんですけど、うん、えっと、僕が知ってる限り、僕の周りの話なんですけど、 結構ね、学生の子たちはね、家にいるんですよ。うん。なるほど。ね。うん。まあそうやって、あの、まあ、言うたらね、お金もないじゃないですか、そんな遊びあるようなう、ねうん、自由に使えるものもね、<う>少ないしね。バイトもしてないし。バイトできないからね。じゃあどうするかって言ったら、もう今、家で YouTube とか見てたりとか、Netflix、うん、やったりするのが一番こうコスパのいい遊び方というか。うん、確かに、うん。でね、みんなであの、LINE 繋げて遊んだりとか、Zoom 繋げて遊んだりとかっていうのが一番いいから、うん、結構外に出てない子っていうのが多くて、うん で、それが、もう3ヶ月も4ヶ月も経ってきたら、うん、もう何すんでみたいになるんよ、ね。なるよね、うんうん。で、じゃあそうなった時に、まあ、もしね、うん、この状況が改善したりした時に、うん、何かしら次に繋がるようなことを、うんえー、今のうちに、時間あるうちに、うん、学生の子たちはね、やっておいた方がいいんじゃないか、うん、っていうのと、 まあそれを自分で見つけるのって、まあ自分のことを思い返してみても、うん、結構難しかったりするじゃないですか。あの、後になって、例えば社会に出て先輩に教えてもらって、あ,あそんな面白いことあったんだって気づくこととかあったりするので、うん、まあそういうのをね、この番組でちょっとでもお伝えできたらな、みたいな。なるほどきっかけになれたらね。っていうところが趣旨でございます。バッチリじゃないですか。はい、ねえ さらにご自身でハードルを上げたかも分りますかハードルが上がってこれねむしろね、えー、今ので燃えたね燃えた <laughs> 燃えたねやっぱね僕ね具体的な誰かが見えた方がねはいはい伝えるときに燃えるんですよ、うん、はいそうですかもうね今行くよじゃあ学生のためにはい、はい、全力でいきたいと思いますはい、はい、何でしょう、はい、いやあのー、まさしくねその要はなんだろう、えー、ご自宅の時間が長くって、うん、で自分が思いつくものたち、うん、エンタメは、まあ、大概さらっちゃった うん。そうね。ね。で、そうなった時に、もう何見ていいかわかんねえやとか、何読んでいいかわかんねえや、みたいな、状況のそこの君。おぉ。視聴まで変わってきたぞ、そこの君。まだあるよ。まだ見てないのあるはずだ。君はきっとまだ、1940年代の白黒の日本映画は見てないはずだ。ああ、そうかもね。ね。少ないかもしんない。で、おまけにそういうのって、よほどの理由がないと見ないじゃないそうね。うん 今日僕はもう君に向かって言うよ。君、うん、君が絶対この映画を見たいと思うように、うん、プレゼンテーションできるように頑張るね。はい、もう、ガンガン上げていくよね、ね <laughs> 大丈夫満塁ホームランじゃ済まないよ。今の、今の流れで言うと。大丈夫あのね、ねさよなら満塁ホームランじゃなくて無理だよ、僕、<の>僕あれなんですよね。これ、あの、上司にも怒られたことあるんですけど、<laughs> ええ、三好はね、喋る前にハードルを勝手に上げるよね <laughs>。だからつって、お前俺がホームラン打ったら手術するって約束したじゃねえかとか切れてた たらダメだよ。<laughs> そうです、ね、<laughs> そうですよね。はい、すいません。はい、あの、淡々とやります。します。いや、僕実はですね、はい、えっと、あの、まあ、あいろんな映画にまつわるですね、コラムを、はい、まあ、ああの、定期的に連載まだやらしてもらってるんですけど、はい。その中の一つで、えっと、福リパというメディアでですね、はい、えっと、福岡で、えっと、撮影された映画。はい 福岡映画って僕はそれをちょっとジャンルにしてるんですけど、うん、福岡で撮影されたその映画をですね、順に一本ずつ月に一本ずつ紹介していくっていう連載を持ってるんです。うん、で、えっと、今までは、えっと、なんか、えー、その1970年代の、うんえー、博多っ子順序っていう映画だったりとか、うんえー、2011年かなに撮,れ撮られたあの、こ枝監督が、うんえー、実は撮った、えー、2012年か、えー、奇跡っていう映画だったりとか、 まあそういうのいろんなものを紹介してってるんですけど、うんえー、くしくも、これ放送日は8月16日ということで、うん、ちょっと1日前になっちゃうんですけど、終戦記念日。そのタイミングにも合わせて、えっと、ぜひお届けしたい映画があったので、うん、え紹介したのが陸軍という映画。うん、そしてそれと、始まりの道というですね、その2本があるんです。うん、ちょっとこれ簡単にご紹介したいと思います。はい、はい ええー、木下啓介という監督がおります。<う>はい。これあのー、もしかしたらね、まだ大学生の君とかは知らないかもしれないけれども、覚えておくといいよ。<laughs> うん、あのー、日本映画を変えた人と一人だよ。うん、あのー、黒沢明という <laughs> 超有名な。うんうん 大巨匠がいると思うんですけど、うん、実は日本の映画史において、黒沢と木下は必ずセットで語られるぐらいとっても重要な映画監督です。うん、何かというと、えっと、映画、長編映画デビューの年も一緒であれば、没年も一緒。うん、で、えっと、まさしで、おまけに、その、デビューの年に、えっと、映画賞、 同じ賞を取っていてっていう、うん、本当に並走しながら、うん、ええー、まあ、一人はもう世界的巨匠になっていき。うん、で、えっと、実はこの木下啓介も、えっと、世界的評価はめちゃくちゃ受けてるんですけど、うん、実はね、なぜか日本でちょっと評価が低い。評価低いというか、評価が難しい。黒沢と比べるとってことですよね。そうなんです。そうなんです。うんうん、何かっていうと、黒沢はね、とにかく、あの、すごいジャンルが明快なんですね。うんうん、で、もう、特徴も明快。うん もう黒沢映画って言ったら、こういう映画っていうのが、みんながやっぱり非常に共有しやすいイメージがあるんですよね。うんうん、で、一方で、木下は非常に器用な監督なので、うん、あの、で、おまけにやっぱテクニシャンなので、うん、あの、なんだろうな、一個一個で全然ジャンルが違うんですよ。うんうん、で、えっと、いわゆるその一言で木下映画ってこうよねって、うん、なかなか束ねづらい、あの、非常に多岐にわたる表,あの表現の幅を持っている人なので、うん、なんかね、それによって、なんかこう、 評価しづらいところがある。うん、なんですけども、例えば。 二十四の瞳というですね、えっと、1954年の大傑作は、ゴールデングローブ賞外国語映画賞を受賞していたりとか、永遠の人という1961年の映画に至っては、アカデミー賞の外国語映画賞にノミネートされていたりとか、ちゃんと実は世界的にめちゃくちゃ評価されてる人なんですね、うんうん、びっくりした。僕、ちゃんと見てた、それ。あ、見てた。<laughs> 見素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。<laughs> しいで、えっと、まあ、その木下、えっと、5の黒沢、10の木下、なんつって言われるぐらい、まあ、あの、二人セットで語られる、うん ぐらいのすごい巨匠なんです、うん、でこの木下圭介が実は1941年かな、うん、にあ44年失礼44年だよそう44年に、うんえー、陸軍というですね 映画を、えー、福岡で撮っています、うん。で、えっと、今回僕はなぜこれを紹介するかというと、うん、本当にですね、今でも残っている景色が出てくるんです。うん、その1944年の映画にもかかわらず。うん、で、おまけにその景色が出てくるところが映画の、もっと言えば映画史の歴史に残るぐらい超いいシーンなんです。うん、なので、あのー、ね、まだきっと多分この映画をほとんどの人が見たことがないと思うので、うん え、これを見て、で、実際に、え、現地を巡るというようなことを、え、やっていただきたいなと思ってご紹介します。え、簡単にあらすじをご紹介します。え、陸軍です。えっと、どんな映画かと言いますと、厳格な祖父から、え、立派な軍人になるように育てられた父智彦ですが、え、病弱で、日露先生の、 戦,戦争に出るんですけど、うん、結局、えっ、ー、と、兵役出たんだけど、前線に出られないまま退役して、帰国しますと。うん、で、その後、えー、っと、細々と始めた商売もなかなかうまくいかない。うん、なんだが、えー、奥様。 えー、お、奥さんの若さんっていう奥さんなんですけど、え、うん、この人と支え合いながら、まあ、福岡で小さな雑貨商を始めるんですよね。うん、で、やっとこう、軌道に乗り始める頃にお子、子供ができて、うん、で、えっと、この子供を立派な兵隊さんに、えー、悲願である立派な兵隊さんに、家族の、一族の願いとして、育て上げようということで、うん、頑張って育てていくわけですね。うん で、えー、男の子は天使様からのお預かり物とかって言って、うん、奥さんももう本当に心を込めて、えー、育てていった結果、うんえー、なんとかその新太郎君というですね、男の子も、えー、陸軍入園を果たして、うん、家族一同も立派に育ってよかったねって喜び合うわけです。うん、で、いよいよ出生を迎えるその日がやってくるわけですけど、うんえー、この日に至って初めて若さんは、やっぱり本当に寂しいなと、なって、うん 私は見送らずに起きますと。泣いちゃうからなんて言って、軽口でまあごまかしながらも、で、その出生の日を静かに一人、あの、その雑貨の,あのお店の中でですね、粛々と家事をこなしながらやるわけです。なんだが、遠くからその出生のラッパが聞こえ始めて、で、ザッザッざっとその行軍の音が聞こえてきて、 やっぱり山立てもたまらずということで街に出ていく。うん、で、そこから、えー、いよいよそのラストのクライマックスシーンである、その行軍のシーンに、あの、寄り添って、そのお母さんがひたすら追っかけていくというですね、そのエンディングに向かっていくという、まあそういう映画なんですよね。うんうん、で、この映画がなぜそんなに、あの、まあその映画史に残るみたいなことを言われているかというと、うん、これ実はこの映画は、あのー、 陸、えっと、軍から、うん、実際に木下が、えー、軍医公用のために。 繊維公用のために、作る、あの、発注映画。オファーしたってことそうそう。発注映画なんですよ。なのに、木下はこともあろうか、えっと、そこに反戦の意思を込めるんです。ねすごいことやっちゃうんですよ。めっちゃ泣きなことやっちゃって。で、それはでもやっぱこの、あの、木下啓介の、ま、ああの、先ほどま、その、あの、なんだろう。共通する、あの、点がなかなかないって言ったんですけど、唯一あるとしたら人間をとにかくめちゃくちゃきっちり描くっていうことは、この人絶対手放さない人なので、 うん、それで、やっぱりその、今、このタイミング、その1944年の、あの、タイミングで、母のことを描くってなった時に、ねうん、これをやらないわけにはいかんだろうと、うんうん。こんな嘘はつけんと言って、取っちゃうわけですね。はぁ<ー>、うん、すごい。そうなんです。で、そのエンディングの、えー、その最後の、えー、っと、うん、その、 いよいよそのお店から出てって、うん、で、えー、その息子を見送りに行くまでのその10分間、うん、約10分間は、ほとんどセリフがないんですよ。<ー>で、ひたすら動く絵と、そのキャストの演技、うん、え、その全部のもう映画の、言ったら、そのセリフ以外の全てで、ちゃんと物語を届けるんです。うん、もうね、この10分はマジで圧巻です。 そう。あのー、ちょっとだけ僕もだからやっぱ映画こうやって見るようになって、改めて、どのタイミングでどこからどう撮るかだし、うん、群衆が例えばわーっている中で、うん、それに対して、そのお母さんをどう動かすか、うん、どの向きに動かしたらどういう気持ちになるかみたいなものを、完璧に計算してますね、これね。あで、もう見終わっ、もう見ながらどんどん、 頼む頼むどうかどうかってやっぱり気持ちになっていくんですよ。で、おまけにね、演じられるこの田中絹代さんの演技の見事なこと。すごいです。もう、結果やっぱもうね、最後の10分でもう完璧にやられるんですよね。で、もう完璧にそこにもうあの、木下ももうあの、意思を込めていて、うん、えっと、とにかく伝えるべきことをもうここの10分に込めている。うん、で、まあそういう名作なんですね。で、これが、なんと、えっと、赤レンガ文化館。 えっと、福岡のね。うん、あそこの前を通って、うん、で、えっと、中洲の橋の方にですね、はいはい、渡っていって、うん、で、えっと、博多駅の方までぐーっと行くような、そういうルートなんですよ。うんうん、だから、えっと、明治通りか。明治通りをずっとこう、うんうん、えっと、そっちに、博多の方に向かって歩いていくっていうような行軍のシーンで、はっきりと福岡のシーンが、その歴史的な映画史に残る、<ー>えー、シーンが残ったということですね。 だって、え、44年って終戦が45年でしょで、うんね、日本の戦況としても、ちょっとね、そう,そういう時代にこんな作品になっちゃって、うん、え、公開されたので、実際公開されたんですけど、うん、よくぞ聞いてくれた。と、うん、いうことで、えー、実際、えっ、ー、と、木下は、えっ、ー、と、これにより、 えっと、しばらく映画制作を取り上げられるんですよ。そういうことだよね、やっぱね。そう。何作ってんねんと。うん、何やっとんねんと。なんだけど、えっと、もうだったら僕映画監督やめますとかって言って、<laughs> 実家に帰っちゃうんですよ。うう<ー>で、そこからを描いた映画が実はありまして、<う>えっと、これはですね、2013年に木下圭介が、えっと、生誕100年かな、うん、を、えっと、記念して、えっと、作られた、えっと、映画で、うん、加瀬良くんが主演で、うん、始まりの道という映画です。うんえー、これはですね、監督、脚本 原えっと、クレヨンしんちゃんの、えっと、大人、えっと、大人帝国。もうあの、みんなが爆泣きした。あれの監督さんが、えっと、実は木下圭介を多分日本の、日本で一番好きな人なんですよ。あ、そうなんだ。っていうのを見込まれて、えっと、原圭一さんが、その、木下圭介の陸軍で、によって、陸軍を取ったことによって、実家に帰っていた時期の、えっと、その、 悶々とした時期の木下の,、うん、あの映画を撮ってるんです。<ー>そう。始まりの道って映画なんですけどね。うん、で、これがまたね、うん 死ぬほど泣ける映画なんですよ。ああそ,うそう。で、これどういう映画かっていうと、えー、そうやって実際に、えー、映画制作を取り上げられて、実家に帰って浜松なんですけど、うんえー、で、えーっと、そこでですね、えー、っとお母様が、えー、っと病気をなさってるんです、うん、でその病気の母親を、えー、っと60キロ先の疎開先まで運ばなきゃいけない。うん、だけど、えーっと、体に触っちゃいけないということで、頑固な木下は、うんえー、そのお母さんをリアカーに乗せて、うんうん、手で運ぶんだって言って、うんうん 運んだエピソードが、これ実はなんですけど、あって、それ、その様子。だから言ったら、本当にすごいシンプルで、あの、ある地点からある地点まで届けるっていう、その、もうロードムービーみたいなもんですよね。な映画なんですよ。で、なんですけど、その道中の中で、えっと、さりげなく、あるいはもう思いっきりあからさまにでもあるんですけど、木下映画の名作の数々のですね、あ、このシーンは、 とかって言って、二十四の瞳のあのシーンだとか、言ったら、うんうん、彼の個人的な経験が、やがてもう一回映画制作に帰っていくんだっていうことを、ちゃんと伝える映画になっている。<ー>上に、えっと、やっぱりその、一時はやっぱり本当に自分が作りたいものを作れない。うん 不甲斐なさだし、悔しさだし、うんえー、その自分の愚かさみたいなものを一回引き受けて、うん、それでもなお、やっぱり俺は映画を作らなきゃいけないんだっていうことを、うん、その道中の中ではっきりと自覚する場面があるんです、うんで。そういうのを非常に丁寧な、非常に繊細な演出でもって、えー、我々に届けてくれる、この始まりの道。で、これを驚くべきことにですね、この始まりの道っていう映画の中で、 なんと先ほど紹介した陸軍のですね、うん、あの10分ぐらいの、うんうん、えっと、その、一番ハイライトとなるそのシーンが、うん、そのまんま、映画の中にゴソッと入ってるんですよ、うん。そのまんまそのまんま。あ、なるほど。へえ。だから、あの、始まりの道の中でももう一回そのシーンが、見れるんですちゃんと見れるんです。へえ。ー。 そんな演出ないよ。ないよね。そう。でも、そうしなきゃいけないぐらい、この始まりの道で語ることだし、うん、木下を語るときに、あのシーンはやっぱりすごい重要だし、うん、もっと言えばやっぱり日本の映画の歴史の中で、そのプロテスト、そのやっぱり一つのささやかな抵抗が、どれほど意味があったかっていうことも含めて、非常に、あのー、引き受けるものが多い、映画なんですね。うん、というのがよ、うん、福岡に関わる映画としてあるわけですよ。ね、これはね、 現地行ってみる価値はありますよ。実際僕やっぱこれ見終わった後に改めてやっぱりね、その同じルートでですね、歩いてみると、ちょっとやっぱね、感慨深い以上のものがある。うんうん、あのー、僕非常に母と仲がいいので、それも含めて。私実はこのえ、陸軍って映画を最初に進めてくれたのは母なんです。あそう。そう。っていうのも含めて、非常になんかね、あの、忘れがたい。 体験になったものだったので。ここ2週くらいでお母さん情報がなとウクレレを始めたっていう。恐縮です。ねいろいろ詳しくなりましたけど。うね。なんか、あれね、その、まあもちろん劇中というか、描かれてる方々のその、親がこう思う気持ちとかに加えて、やっぱり監督に対するすごい愛情というか、それぞれのね、なんか映画に対する愛情みたいなものみたいなものも、まさしく、すごい描かれてるんだろうなって、 思いましたね。いや、本当にね、これは、あの、ぜひ見ていただきたいし、まあ、福岡の人の誇りにしてほしい、あの、うん、非常に大切な、えー、ものですね。うん、なので、あの、今ね、福岡で、もしこれを聞きながら、悶々としている大学生職を、うん、あの、なかなかね、あの、それこそ、報われないことは多いと思うんですけれども、うん、あの、こういうことでちょっと映画2本見て、で、ちょっと街に出て歩いてみると。 うん、少しちょっと違う目線で、あの、この街が見ることができて、ね。あのー、まあ、これ、もう今を話したことにもうちょっといくつか資料付け加えると1個論文くらい書けるからさ。そうね、<の>そうね。そういう感じで、あの、使ってもらっていいので、<laughs> うん、あの、それも含めて、あの、ぜひ、楽しんでいただきたい、えー、1944年の陸軍、そして2013年の始まりの道という、日本の映画をご紹介させていただきました。<laughs> 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は久々の OCOV スタッフセレクション企画、特集2020年式カルチャー自由研究4ステューデンツお送りしています。 さあ、後半になったということで、お待たせいたしました。当番組ディレクター、野村です。はい。すいませんね。もう前半。え、野村さんの声が全然聞こえないっていうあなたいらっしゃったと思うんですど絶対そうだと思う。ねえ。俺しか喋ってなかった。三スさんが喋るときはいつもそうじゃないですか。まあね。そうそうそう。僕すら喋ってないですから。そう本当三好劇場にしちゃうからね。いや、でも本当毎回あの、こういったセレクション企画やってますけど、やっぱ野村さんの視点は面白いなって毎回思いますし。ワーカルチャー、野村ビューですよ。だし、やっぱりね、さっきも言ってたけど、 まさに若者たちと一緒に仕事をしている人でもあるのでおすすめいただきたいなって思うんですけどじゃあ僕の回ではいあのじゃあ最初質問ですえっと音声メディアとかアプリとかってどれぐらい思いつきますパッとラジオポッドキャストあそうそうそう とか、もうちょっと具体的なとこでいくと。なんか最近アプリでも、そういう専用のありますよね。す名前すぐ出ないですけど、なんか、ラジオアプリみたいな。あ、りますね。よく CM 出てきますよね。YouTube 見るときとかねうん。寝る前にちょっと、お話ししていきませんかそうそうそう、いうの、そういうある。あ、りますよね。覚えが覚えがある。そう。あの、今、まあ、 え、音声メディアと一言で言っても、まあ音楽だの、まあその普通に本当におしゃべりするやつだの、まあいろいろあるんですけど、まあ一番代表的なのは、まあここラジオなんでね、ラジコ。ラジコね。ラジコがありますよね。あとはまあ音楽配信系でいくとスポティファイとか Apple m u s i とかラインミュージックとか、これもいっぱいありますよね。で えー、そこで、えっ、ー、と、まあ、Spotify、Apple Music が、えっ、ー、と、結構中心になると思うんですけど、うん、ポッドキャストっていうものが聞けたりしますよね。聞けますね。うん。これは、あの、どっちかというと、こう、えー、番組、おしゃべり中心の番組っていうものが多いんですけど、その他に行くと、あと、サウンドクラウドとか。 はいはいはい。ミックスクラウドとか。あ、あったあった。<laughs> これはどっちかというと、まあ、DJ が、DJ ミックスを流したりとか、うんうん、えっと、インディのミュージシャンが、うん、あの、デモ曲を置いたりとか、なんかそういう感じのね、ちょっとまた使い方が違う音声メディアだったりするんですけど、うん、あとはさっき出てきた、えっ、ー、と、ボイシーとか、うん、ええー、 寝る前にちょっとお話ししていきませんかこれはスプーンですね。あ、スプーンか。<laughs> ンかこれはスプーンです。はいはい、あと、うん、レディオトークとかね。はいはいはい。あの、この、おしゃべり配信系のアプリは、えっ、ー、と、めちゃくちゃいっぱいあります。<ー>本当にもうたくさんあります。あと、ツイッターでも音声アップできるようになってまであ、確かに。うん。うん。と、えー、あとは、 ちょっとそれとは思考が違うんですけど、あの、ショールームとか、はい、ツイキャスとか、そうか。ああいうも、あの、まあ、動画配信を前提としているものも、うんと、使い方によっては、えー、ラジオ配信って言って、ね、あの、音声だけ配信するとかいうこともあったりします。うんうん、で、えー、あとは、日本ではあんまり馴染みないんですけど、オーディオブック。 これ、アメリカですごく、なんですかね、メインストリームのものだったりするんですけど、本を読んでもらう、車運転してる人がね、本読めないので、ナレーションで名作とか、ヒット作を読んでもらうっていうね、オーディオブックっていうのがあったりとか、あとは、えっと、アマゾンエコーとか、グーグルアシスタントとか、シリもそうですけど、ああいうのも大きく捉えると、音声メディアじゃないですか。確かに で、えっと、今、そんな感じで、うん、えぇ、ー、まあ、音声メディアが、うん、あの、いろんなジャンルが揃った、状態ですね。うんうん、で、えー、例えば、うん、えー、スプーン、スプーンって使ったことありますないです。ないですよ、ね。スプーンはないね。そう、僕もないんですけど、うん、あの、これ、実は韓国のアプリなんですどスプーンって。で、あの、最近、ソフトバンクが2018年に、あの、お金入れてたりして、うん、あと何社か、 あのー、まあ、支援もらってて、これ18億円もらってたりして、うん、で結構その、<ー>えー、経済界でも音声メディアとかそう、音声アプリっていうのは、その投機の対象になってたりとか、するらしいんですよね。うん、で、えっ、ー、と、日本では実感ないっていうのは、うん、えっと、まあ、一個なんでかっていうと、あの、結構アメリカが、 これ、メインの流れになってるっていう、うん、さっき言った通りに、あの、アメリカは車社会なんで、うん、車に乗ってる時に、あの、音声聞く人が多いっていうので、うんうん、で、あの、じゃあ、どれぐらいの人が聞いてるのかっていうと、うんえー、12歳以上の人の44%がこれまでにポッドキャストを聞いたことがあるって言ってるんですって。う結構な数字ですね、割合でしょ。そうですね。多分、日本で行くと、 ええー、どのぐらいなんだろうな。そんなにいかないですよね。<や>だって、関ポッドキャストって言ったら10パーぐらいじゃない、うん、ねそんなもんですよね、<ー>おそらくね。うん、うん。で、あの、アメリカで行くと、まあ、そういうポッドキャストとか音声メディアに出す音声広告の規模は、うん、年間1300億円ぐらいあるらしいんですよ、ね。すげえな。うん,うん。これでかなりの規模ですよね。んで、ええー、まあ、そんなもんだから、やっぱり、あの、スポティファイとかも、ポッドキャストにあの力入れようと言って、うん、あの、 今、ポッドキャストに使えるような音声メディアのスタートアップをバンバン買い、あの、買い占めてるんですよ。そうです。<ー>そうでこんな感じで、うん、えっと、音声メディア、えー、ラジオ関係、などなど、うん、今、あの、ま、動画がどん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 こう、発達していってるのと一緒に、音声も発達していってますよっていう、うん、えー、前提があります。はい、はい、はい。で、えー、その前提を、 えー、皆さん頭の隅に置いといてもらって、はいえー、じゃあ、ポッドキャスト。<う>えー、日本では、うん、まだなかなかそんなにコンテンツがめちゃくちゃ揃ってるわけではないんですけど、うん、あの、面白いことにはなってます。へだっっててポッドキャストって結構 こう前から。うん、そう。もともと2004年ぐらいからだよね。うん、そうなんですよ。だから今、うん、あの、二次ブーム。第二次ブーム的な。うんうん、感じです。まあこれ日本だけですけど。もうあの、アメリカとか海外では主流になってたりして。うんうん、で、日本では、えぇ、ー、iTunes がポッドキャストやり始めて、うん、それで流行ったっていうので、一回波が来て、で、今二回目の波がここ一、二年の間に来てるんですけど、うん、それは、あの、僕が聞いた話では、えっ、ー、と、 ま、今、とにかく、企業が、あの、YouTube とかの CM とかで動画を作りたいと。うん、で、動画を作るんだけど、制作費がやっぱめちゃくちゃかかると。うん、で、手間もかかるし、時間もかかる。で、これに、同じようなもので、もっと簡単に手軽に作れるものはないかって言った時に、うん、 音声メディアでどうですかっていうのが、結構やっぱ代理店さんの、ああ、なるほどね。その、何ですかね、あのメニューの中に入ってるんです、ね、はいはいはい。うん。で、えー、それで企業が、えここ1年の間に音声メディアを、とか CM とか、を結構やり始めるところが多くなって、うん、で、まずはビジネスマンの間で今ちょっと流行ってると。うん。いうところなんですね。で、えー、なので、ポッドキャストのコンテンツもビジネスマン向けのものがね、 多いです。<ー>クオリティ高いものもビジネスマン向けのものがやっぱ多いです。ってことは、まあビジネス書みたいな内容ってことですかそうですね。どっちかっていうと、うまあ20代、30代の働いてる大人の人が聞いたら面白いみたいなものが多いんですけど、うん、えっと、これまあもちろん無料で聞けるんですよね。うん、で、えっ、ー、と、今回の、えーまあ、企画が、うん、学生に向けたやつじゃないですか。そうですね、うん。学生の皆さんは多分これを今から1年間まるっと聞いとけば、うん、社会に出たときに、 部長あれ知らないんですか今これ新しい流れ、もうこれ知っとかないとやばいですよっていうことをね、あの確実に言えるものがいっぱいあります。それを今回はポッドキャスト、まず初めに聞いておきたいもの三選として、紹介できたらなと思います。よろしくお願いします。で、ポッドキャストを聞いてる人は、えっと、これ結構もう大定番のやつなんで、あの、もう知ってる知ってるっていうものもあるかと思いますが、ちょっと改めて聞いていただけたらなと思います。まずは、 オフトピック。出ました。オフトピック。出ました。はい。オフトピック。出ました。私もこれは愛嬌してますああ、そうですか。うん。は、あの、どっちかというと、アメリカのビジネスとかスタートアップとか、そういったものを、え、最新、最速で、え、話していくみたいな、え、メディアなんですけど、あの、草野美紀さんっていう方と、 えー、宮竹哲郎さん。宮竹哲郎さんは結構ね、いろんなところで喋られてるんで、あの、そういうの好きな人は、あの、知ってると思うんですけど、この二人で喋ってて基本、うんうん、あの、草野さんの声がすごく可愛い。<laughs> いやだ、大事よね。大事。そういうの大事よ。<う>うん、非常に、あの、可愛い、可愛らしい喋り方をされる方なんですけど、うん、内容はめちゃくちゃ面白いです。うんね、そう、うん、<ー>あの、一聴するとね、これあの、前提がないとなかなかわかんないものが多いかもしれないです。 例えば D2C であったりとか、うん、あの、なんですかね、メタバースであったりとか、うん、あの、ちょっとこうビジネス用語が入ってきたりするものが多いので、あの、いろいろ調べながら聞いた方が、<ー>えー、頭の中には入るかなと思います。ね、で、あの、ツイッターと、えー、インスタかな、うん、で、オフトピックが、うん、あの、随時、こう、情報出してたりするので、うん、それを見ながらこれ聞くと、うん、あの、あ、 一週間前、二週間前に、あの、ツイッターとかインスタに上げてた、あの話が今やってる具体的に聞けるみたいなのがあるので、うん、これはね、あの、しかも結構更新頻度も高いっす。ので、えっと、まあ、根気強く。 あのビジネスの勉強だと思って、ね、あの、本当一1年ぐらい聞くと、うんうん、あの、多分かなり詳しくなると思います。し最新の状況に。僕もだからやっぱりその仕事の中で、それこそ D2C とかっていうのを、ちょっとあの、一時期、がっつりちょっと情報入れなきゃいけない時期があって。でうん とはいえ、もうほんと一からさ、D2C とはみたいなさ、本とか読み始めると結構大変なわけですよ。うん、で、困ったなーとか思って、なんかちょうどいいのないかなと思って、まさしく出会ったのがこれオフトピックで。うんうん、で、これオフトピックあれなんですよね。その、あの、お話しされてある二人がベンチャーキャピタルで言ったら、そのベンチャーにお金を出すのをいかにはなあの出すかみたいなのを判断するお二人なので、すごい情報収集と、あとそれの処理、どうそれを読むかっていうのを、すごいシビアな面を持っていて。 なので、それを、あの、本当に、あの、雑談形式でね、すごい濃い話をずっと横目で聞いとけるみたいなね。超いいですよね。そういう、ポッドキャスト。まずは1個目。オフトピック。はい。で、2個目。はい。えじゃあオフトピックでね、それでね、あの、お兄さんお姉さんの話聞いて、え興味持ったら、もうちょっと深いところに入ってみようということで、次はですね、あの、こんにちは未来。こんにちは未来。はい。 えー、これはですね、えー、佐久間由美子さんっていうライターの方と、うん、えー、若林圭さん、うんえー、ワイヤードの前の編集長の方ですね<ー>、うん。もうあの、そういうところでは超有名な人なんです、はい、もうはく狂気の一人ですで、この二人で月に2回配信してるトークセッション、みたいな形になってて、うん、えーっと、 オフトピックよりももっと、なんですかね、あの、個人的な、うん、あの、思考も強い、うんうん。なので、あの、話してる内容も結構パンチ効いてたりとか、あの、なかなか普通にラジオでは、あの、言っちゃうとまずいかなっていうところまで踏み込んだ話とかがある、ポッドキャストです。うんうん、で、あの、これはまあまあ、ワイヤードとかをね、あの、見てる方は、ええー、わかると思うんですけど、まあなんて言うんですかね、 あの、なかなかこう自分たちで暮らしてると見えないこう、えー、経済の裏側であったりとか、うん、あの、日本に住んでると実感のないことであったりとか、そういうことをこの二人が、えー、まあ本当に雑談形式で話すので、うん、あのー、全然言ってることなんか全くわかんないけど、面白そうっていうところが、まあ本当オフトピックよりも、 うん、もっとこう、何、えーうん、ん,んですかね、あの、カルチャー寄りというかね、な感じで受け入れられる、えー、ポッドキャストですね。うん、あの、最近上がってたやつで一番面白かったのは、うん、あの、Q アノンの陰謀っていうのがあって、これなかなかね、結構ね、あのー、何ていうんですかね、ギリギリな話題なんですけど、<laughs> まあ、都市伝説が今、うん えっと、としやかに伝わってて、このコロナ禍で。で、それを信じてる人が全世界でめちゃくちゃいると。これは都市伝説をそんなに信じちゃう人がいるっていう状況はまずいんじゃないかっていうのを、まあ30分40分二人で話していくんですけど、じゃあなぜまずいのか、都市伝説を信じると。っていうところから語っていくっていう。本当に面白いからね、この二人の話ね。そうなんですよ。ずっと聞ける。で、今、こう、段階を踏んでね、来たと思うんですけど、 この二つを聞いて分かんないと。もうあの、その経済のことにもそんなに興味ないと。いう皆さんはですね、これから聞き始めてみてはどうでしょうかはぁ。トレンドランナー。トレンドランナー。はい。これですね、私が制作いたしました。いやいや、いいじゃないですか。最初に言ってきます。やるない、私が制作いたしました。これやるなあの、これリクルートの公式のポッドキャストなんですけど、えっと、リクルートって、 まあ、いろんなその業態があるじゃないですか。ホットペッパーとか、はい、あの就職関係のやつだったりとか、身近にいろいろあるんですけど、うん、あのまあ、一つのその企業としての側面として、あの情報を集積する会社っていう側面があるんですよね。で、あのー、リクルートの中にいろんな研究所があるんですよ、うん、実はあの。まあ、住環境を研究するだったりとか、うんうん ええー、まあ食の文化を研究するだったりとか、はたまた恋愛を研究する部署があったりして、うん、でそこの研究員の方々がいて、うん、ええー、それをもう日々日々あのー、専門に研究されてると、うん、でその研究員の方々の話を聞いていくっていうポジションですあ。面白いね。ほーそうなんですよ。うん、でこれってリクルートのまあ今まではその社内では、えー、年に一回二回 あの研究発表とかやられてたりとか、うん、あの部署ごとにあの共有されてた情報だったらしいんですけど、うん、まあ今まで、そういうのがね、外に出る機会がなかったということで、うん、でこれをあのまあポッドキャスト流行ってるっていうのを機に、そういうのをこう、えー、まあ社内でも共有しつつ、えー、まあ一般のリスナーの方にも届けようという、うんうん、のが、出しちゃうんですね。 まあそうなんですよね。惜しみなくね。<laughs> そ,うそ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 う。だからね、ほ深い話になると、うん、このポッドキャストで言われて、これ本当十10分15分ぐらいなんで、あのー、まあめちゃくちゃこう、何ですかね、前提みたいなところです。ああ、なるほどね、なるほど。うんまあ、これを知っておけばその先に行けるようにな話。なので、まあこれを一番最初に聞けばいいかなっていうところではあるんですけど、まあどういう話してるかっていうと、えー、例えば、まあ最近でいくと、えー、コロナ禍において、うん、あの、 家選びってどうしたらいいかっていうのを、うん、通モの編集長さんがしゃべってますなるほどそう、うん、これってあのじゃあ今から引っ今ね引っ越しする人めっちゃ多いって知ってますうんあ,あ多いんだそうなんですよあの,この自粛明けになってから、うん、めちゃくちゃ僕も知り合いの不動産屋の人とかに聞いたら、うんうん、すごい増えたって今それは生活様式が変わってる人がいたりとかってことあも,もちろんそうだし今からの 仕事に合わせて引っ越しする人もいるだろうし、うん、引っ越しできなかった人が引っ越ししてるっていうのもあるだろうし、そうそうそう、まあいろいろだと思うんですけど、うんうん、すごく引っ越しが増えてると。じゃあその引っ越しが増えてる中で、うん、みんなどういう住環境を選んでいけば、このこれからの2020年、2020 2021年、2022年、未来に向かって、うん、えー、いい引っ越しができるかって話してるんですよ。でもまあ深いところの内容は、あの、ポッドキャストぜひ聞いていただけたらなと思うんですけど、うんうん、えー、もう一つはですね、 あのこれすごく気になるあのと、特にこの大学生の方々とかはそうだと思うんですけど、うん、この中で、えー、日本の恋愛がどうなっていくのかっていうのを恋愛研究所の方が語ってる。面白い、<ー>面白い。会えないじゃないですか、そもそも。ねね、そうね、物理的にね、うんうん。今までみたいに、じゃあ、クラブで出会うとか、飲み屋で、えー、友達が連れてきてくれた友達に出会うとかっていう出会いが極端に少なくなっていく中で、うん、どうすればいいのか。 ってそうどうすればいいかの個の選択肢のうちに、うん、あのオンラインデートをしましょうっていうのがあるんですよであの話は後半になるにつれてオンラインデートのマナー,をーオンラインデートでこういうふうにすることによってあのオンラインデートの相手の好感度が高まりますみたいな話とか、うんうん、意外とね気づかないですよ まあね、だって、普通にデートしてたら、例えばほら、昔よく言われてたのが、シャドウ側ば、キープするとか、そういうマナー的なものがあるじゃないですか。ドアをまず開けてあげるとかさ、レディーファースト的な感じでとか、男からしてみたらあるじゃないですか。ね、オンラインじゃそんなこと別にしうドア開けない大丈夫です。窓閉めてるとかいう。それも私それに近いことで、一個面白いのが、時間を先に男性が決めてあげるって。っていうのが、 女性が、な、これ何時間やるか分かんないって,っていうままで入ってくると、不安があると。はいはい。だから、今回は20分で終わりましょうと。なるほど、ね。今0分で終わりましょうと、最近決めてあげてやると、その中で盛り上がれるから、非常にいいですよっていう話とか。 ああ、ためになる。で、その、それ超えたら盛り上がったって印象になるもんね。まあまあそうそう。ねそうなんです。低めに言うのがコツだね。なるほどね。ということで、えっと、ラジオでポッドキャストの宣伝してどうすんだって言っですけど。いや、です。いや、でもおもろいわ。おもろい。いや、でも僕、その、要は、日本で一時ブームが来た時にちょっと乗っかってみたことあるんですよ。ポッドキャスト番組を、もうそれはもう福岡でディレクトやってる方と二人でこうネタ番組みたいなことをやってるような内容だった。 たんですけど、うん、いや,やっぱ滝にわたってるんですねやっぱ。そうですね。んうん、なんかねある種その日本ではその2004年以降に一回ポッドキャストがワッと湧いて、うん、で。 なんか、さざ波のように微妙なポジションに至ったっているうん、うん、これがなんかすごい、あの、僕らをもう一回そのポッドキャストに戻らせるのに、うん、すごいハードルになっちゃってる感じがしますね。そうね。だからパ、パゴスカしやすい国ですね、ほんとね。<ー> <laughs> でもほんと世界ではもう余裕で今めちゃくちゃトレンドですからね。ねえ。 だから、だからもうガラパゴス諸島に失礼だよね。もうガラパゴス、携帯とかなんかみんな言ってるけど、日本でいいじゃんね、もうね。だよ。なるほどね。ガラパゴスといえば日本であり、みたいな。ねえ。っいうとです。いません、話されました。いい、ねぜひ、ちょっとあの、学生の皆さんもし聞いてたら。はい。そうですね。ねいいと思います。ご感想も寄せください。いや、ありがたい話、ありがとうございました。ありがとうございました。え今週は2020年式カルチャー自由研究4ステューデンツお送りしました。クイズ、メイジアタック。 あなたのチョイスが未来を変える問題です2016年4月の自由化以降生活に合わせて選択できるようになったのは電気正解では明治産業で電気と組み合わせて料金をお得にするプランを作れるのはガス正解では明治産業電気の契約に切り替えるときに必要なものは最新の電気の検診表が手元にあればスムーズ良いでしょう では、賃貸住宅マンションアパートでは。一部おのずき切り替え可能。お見事、全問正解です。おお、お母さん。うちの噂す、明治産業だっけ。暮らしにプラスの価値を、明治産業。